気がついたら今僕はここにいた。秋田県の大館駅にいます。快速秋田駅っていうのは見えておりますね。あと盛岡方面に行くあの花巻線、花輪線っていうのに乗っていきますね。今映ってたあの自転車用のメットですね。朝の大館駅でございます。早朝でございますね。始発の花輪線に乗っていきます。花輪線が出発するホームにいますね。大宇本線との連絡する駅でございます。中堅八高のふるさとなんですね。花輪線の終着駅でございます。青森へ行きのね、列車のね、表示もされておりますね。まだ花輪線は入線しておりません。自販機の明かりもまだ明るい、そんな早朝の風景でございます。ディーゼルカーの車両がやってきますね。あの車両に乗っていきます。もうおなじみの車両っていう感じですね。森岡行きでございます。高麻っていうところまでが確か JR の花輪線で、それ以降は第三セクターのビーフコンソメって書いてありますね。ちょっと寒かったかもしれないですね。大館の駅で多分買ったんじゃないかなと思いますね。まあネットカフェの朝食、食べなかったんだね、この日はね。6時からですから、朝食、無料朝食は。もうそれより前にね、出てきましたからね。お腹空いてたんですね。多分ね、お店とかね、開いてなかったんですよ。朝早くてコンビニとかもなかったような気がするんだよね。あったかな？ちょっと忘れちゃいましたね。川沿いですね。一回ね、十和田南駅からね、地震があって、そして宿が見つからなくて、大館方面に向かった時は夜でしたからね、風景見えなかったんですけど、今回は風景が見えますね。今さっき雪がね、ちょっとだけ残っておりましたね。山形県を通った時はものすごい雪だったんだけど、秋田県はそんなに雪が残ってないですね。標高が違うんでしょうかね。車内で撮った写真でございます。向こうから線路が近づいてきているのは花輪線のね、スイッチバックの駅に入っていきます。十和田南駅に近づくところでございますね。なんかスイッチバックスなんて、なんかヨーロッパの駅みたいでかっこいいですよね。別に標高が変わるってわけじゃなさそうなんですけどね。まあいろいろ理由があるんでしょう。詳しくは分かんないですけどね。自転車でここに着いた時、入り口とは反対側に出てきちゃってね、ぐるっと回ってくるのにちょっと大変だったんですけどね。そしてまたしばらくして撮った映像ですね。陸中大なんとかっていう駅でしたね。今看板がありましたけど、ガラーンとしております。時は2021年の3月の25日ですね。これはね、動画内でね、26日って書いてあるところがあるんですけどもね、それは25日でございます。ちょっと標高が高くなってきたんでしょうかね。だんだん雪が目立つようになってきましたね。やがて、岩手県のね、
八幡平の方に入っていきます。写真を撮ったりビデオを撮ったりいろんなカメラでね、もしかしたらね、一個のカメラ故障している可能性もあるからね、複数のカメラを用意して撮っております。カメラってね、寿命があるんですよね。突然寿命が来ることもありますからね。田山駅って書いてありますね。田山駅でございます。スキー場なんかもあるんですね。山あいの気がついたら今僕はここにいた。大館駅にやってきましたね。そしてネットカフェに泊まりましたよ、この日はですね。そして次の日の朝でございます。26日ですね、3月2021年でございます。ネットカフェから出てきて駅に向かうところでございます。向かいのモスバーガーは昨夜食べましたね。2回目なんですよね、このネットカフェ利用するの。その前の時も食べましたね。で、今度は大館駅からですね、JR の花尾線に乗り込みました。これはね、大館駅を出発したところですね。ここに見える線路が奥羽本線でございます。奥羽本線って、ひらがなで書いて変換すると変換されないのは何でなんでしょうかね。奥羽本線の上をね、通っていくんですよね。どうしてね、わざわざね、高架にしてね、花輪線が奥羽本線の上を通っていかなければいけないのかがちょっとよくわかんないですよね。平面でもね、単線の線路だから、花輪線は単線の線路だから成立するのにね、なんか無駄な工事なんじゃないかなって僕は思ってしまうんですけどね。昔は別の会社だったりするんでしょうかね。ちょっとよくわかんないですけどね。さて、花輪線が入れ違いしております。大館市からね、なんとかかんとかに入って、そして岩手県の方に入っていくんですね。まあ映像だとね、どこからどこがどこっていうのはね、ちょっとね、説明の記憶がね、曖昧なんです。たまになんですが、よく聞くと、次は陸地を悟りたまります。なんて言ったちょっとわかんないな。まあ。陸地なんとかって言ったかな。そしてもってこのね、数野市を通り過ぎて、岩手県の八幡平かな。その駅、いや雪が残っておりますね。こういうところから電車を、これ DZ カーなんですけども、降りてですね、行くんですね。ですね、ビデオによってですね、時間の関係性が前後しておりますね。先ほど流れていたのは昨日の夜からこの時間にかけてのビデオでございました。そしてですね、岩手県の八幡平の荒子なんとかっていう駅に到着して、花輪線からね、降りて、ここから自転車に乗っていくところでございます。なんだっけな、荒子なんとか駅ですね。すぐ忘れちゃいます。花輪線の駅でございます。そして気がついたら今僕はここにいた。一番台だから二戸町にね、入っていくところでございますね。自転車でございます。この区間はね、下り坂なんで楽でしたね。こんな風景を見ながら進んでいきました。本当はね、もっとゆっくりね、川も眺めながら進みたかったんですけど、ちょっと急いでしまいましたね。気がついたら今僕はここにいた。花輪線でね、八幡平の方まで、やってきて、大館方面からやってきてですね、駅で降りて、なんていう駅だったっけな、この原なんとか新町っていう駅で降りましたね。その駅からですね、二戸市方面に、自転車で移動していきます。まだこれは駅出たところですね。
岩手銀行があるけれど、ここはもう岩手県ですね。八幡平市ですね。古い日本家屋というか、まあ日本のね、三角屋根の建物が立ち並んで、軒先に自動販売機が置いてあるようなちょっとしたお店かもしれないですけどもね、そういう建物、お店じゃなかったかもしれないですけどね。そしてなんか川沿いのね、道を通っていきますね。ちょっと曇り空でございますね。時は2021年。これはちょっと自分の息で曇っていたのかな。3月の26日でございます。まあほとんどね、上り坂はなかった。気がついたら今僕はここにいた。なんか喋ってますね。JR 花尾線の何ていう駅だったっけな。荒谷新町ね。荒なんとか駅。荒谷新町。荒なんとか新町駅かな。荒谷新町駅。そこから自転車に乗ったということでございます。気がついたら今僕はここにいた。まだね、二の日にはついてないと思いますね。わかんないけどね。さて、国道4号線にぶつかるようでございますね。この辺でね、一瞬だけね、一の戸町かな、そこに入ってからまた二の戸町に戻るんですけどもね、ほんの一瞬だけ一の戸町っていうところを通っていくんですね。そしてまた二戸町に入ってきて、二戸駅の方に進んでいきます。気がついたらいいな。二戸駅の近くでございます。新幹線も止まる駅でございます。駅前のバーガーショップでございます。なんかチェーン店じゃないバーガーショップってね、なんか魅力的なんですよね。なんか手作り感がたまんないですね。2つも食べてしまいましたね。なんかね、街が寂れてんだけど駅は新しいみたいなね、そんな感じでございました。これからも開発が進んでいきそうな、そんな雰囲気でございます。駅はまあ新しい、なんかちょっと寂れた街並みって感じですね。気がついたら今僕はここにいた。八幡平の方に電車で来てね、荒谷新町という駅から自転車に乗って下り坂を下る。なんとか新町駅かな。二戸市にだんだん入ってきてですね、まあ境目がどこか分かんなかったんですけどね、映像的にね、二戸市に入って国道4号線の方まで来てですね、一瞬だけ一戸町に入っていくんですね。一瞬だけですよ。一瞬だけ一戸町入って、また出て二戸市に入って、二戸町の駅の近くまでやってきました。新幹線、気がついたら今僕はここにいた。新幹線の駅でございます。新幹線と第三セクターになった元東北本線の駅でございますね。そこからですね、ご飯を食べてからですね、バスに乗り込みましたね。お昼はね、ハンバーガーかなんか食べたような記憶があったようございます。二戸駅からバスに乗り込んでおります。第三セクターの電車ですね。盛岡からなんとかっていう駅まで行くんですね。あの岩手県と青森県の境目の駅があってですね、そこからまた名前が変わるんですね。二戸駅の前でございます。もともとは東北本線の駅でしたからね。昔の建物も建っておりますね。そしてバスですですね、九戸村に入っていきます。ちょっとね、坂道が急だったんでバスで、そしてね、なんとか寺、お寺の前のバス停で降りてですね、そして今度は軽米町って読むのかな、そっちの方に向かっていきます。
気がついたら今僕はここにいた。そしてですね、バスに乗って九戸村かな、なんとか寺っていうバス停から降りて自転車に乗ってずっと行ってですね、このカルマイ町っていうところに今度入っていくんですね。カルマイ町っていうところにね、まあカルマイ町のなんか南の方をねスーッと抜けていって、そして西の方に行って二戸町の金田一温泉の方に戻っていくみたいなね、そんな感じで自転車に乗っておりました。気がついたら今僕はここにいた。そしてね、二戸市に入ってきて金田一温泉駅の岩手銀河鉄道という駅にやってきました。もともとは東北本線の駅でございます。ペドロって書いてあるね、ペドロ。本当はねここからね電車に乗りたかったんだけど全然時間が合いませんでした。金田一温泉道、このままね青森県に入っていきます。青森県の三戸ですね。気がついたら今僕はここにいた。岩手県でございます。自転車でですね、九戸村か町か忘れたけど、そこからですね自転車に乗ってですねバスで降りて、このカルマイ町かな、カルベって言いたくなっちゃうんですけどもね、そっちの方に自転車でやってきて、どこからどこがどこっていうのはねちょっと映像的に分かんないんだけども、途中で曲がって二戸市の金田一温泉の駅の近くを通ってですね、本当はね電車で臨行しようかなと思ったんだけども、時間が全然合わなくてですね、これを金田一温泉の駅の近くでございます。気がついたら今僕はここに。そしてね青森県のね三戸市の方に入っていきます。多分ねこの川が境目だったんじゃないかなと思うんですけど、ちょっと詳しくはちょっと忘れてしまいましたけどね、ちょっと空は曇っておりますけどもね、確か国道だったと思いますね。気がついたら今僕はここにいた。まあビデオの関係で時間が前後いたしますが、三戸市から多古町の方に行ってまた戻ってくるという、そういう感じのところですね。まあこの日は一戸二戸九戸そして三戸そして八戸という感じでね、へー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 ばっかり言っておりましたね。次の日は五戸に行きますね。気がついたら今僕はここにいた。自転車に乗って岩手県のね二戸市の方からですね自転車で三戸に入ってきてですね、そして内陸のね多古町っていうところ、田んぼの田に子供、この多古町って読むのかな、ここに入ってからまた引き返して三戸、町の方に戻っていって、気がついたら今僕はここにいた。三戸の駅を目指しております。もうちょいでございます。曇り空ですね。この日はねなんか初めてなんじゃないですかね、夜から朝まで自転車乗ってるっていうのはね、あんまり乗んなかったんですよ今回の旅でもね。で第三セクターの電車に乗ってですね八戸を目指しております。気がついたら今僕はここにいた。そんなこんなでね第三セクターに乗って三戸から八戸を目指しております。で八戸駅で食った
うどんでございます。八戸線に乗り換えてですね、本八戸駅まで行って、そしてですね、マクドナルドでご飯を食べましたね。気がついたら今僕はここにいた。前作のねテロップの日付がちょっと間違ってたみたいですね。この日がね25日でございますね。三戸のね駅からね第三セクターの電車に乗ってね八戸を目指しております。そこから、八戸平線に乗ってですね本八戸駅を目指しております。八戸駅で乗り換えております。ちょっと間違ったホームに降りています。本当はね隣に見えてる電車に乗っていきます。この駅でうどんか食べたかうどんかなんか食べた記憶が残っておりますね。そして本八戸駅に到着して駅前のホテルに泊まることにしましたね。ちょっと良くないホテルでね部屋まで Wi-Fi が飛んできませんでしたね。次の日の朝でございますね。